Good morning. 今朝の6時半です。本当は5時に最初タイマーをセットしてたんだけど、もう起きた瞬間にすごい雨音だったから日の出はないということで、6時ぐらいまで寝て、でトイレに行かないわけにもいかないから、雨の中トイレに5分ぐらい歩いて行ってきて、今に至るって感じです。でまあとにかく今日明日は天気が、今日明日ってか明日は確実に悪かったんだけど、今日は天気がどうなるかが全然天気図とかを見ても分からなくって、これからどうしようかなって感じなんだけど、なんかね、天気と暮らすっていうサイトがあるんですよね。でそれはなんか天気予報っていうか登山指数っていうので、なんか3時間ごとの天気が出てるんですよ。天気っていうか長ヶ岳の予報が出てて、でそれをいまいちどういう登山指数がどういうことなのかわからないんだけど、それを今見たところ、9時台は朝の9時、今6時台でしょ、でその後9時台が B、 雨や風が強くてやや登山には適しませんっていうマークになってて、で12時台になると今度 A になってるの。 A はなんか登山に適してますみたいなことなの。だからそれを信用していいのかどうなのか本当に分かんないんだけど、まあでも今降りてもしょうがないから、まあ12時くらいまでだらだら仕事したり、分かんないけどここにいて、まあ予定では横徳沢まで降りて、そこでもう一泊しようかなって言ってたけど、でもこの雨だとテント張るのがそもそも大変だから、どうするのかねって感じだよね。松本にもう一泊泊まるのか、どっか温泉を探すのか、はたまた東京に帰るのかっていう、ちょっとなんか今までの山に行った中でも一二を争うなんか雨に遭遇しています。激しいってわけじゃないけど、ずっと降り続いてる、そんな状況です。これから朝ごはんにします。さあ朝食ができました。本当はねトルティーヤを探したの、前それすごい美味しかったから、だけどトルティーヤがなくてピタパンなんだよね。ピタパンを半分に割って、それにオープンサンドみたいな感じでサルサソースとベーコンと野菜を乗せてんだけど、食べにくそうなことこの上ない。いただきます。おいしい。うん、やっぱりこのパリッとピタを焼いたのと、ベーコンの油と、あと生野菜と、うん、贅沢朝食ですよ。美味しい。でも今回鍋1個しかないからね。今鍋が油まみれになったから、コーヒーを入れることは困難だっていうことを発見したんですけどね。コクがある。あーいいな、オープンサンドとコーヒーめちゃめちゃ合う。青空が出てきた、いい兆候。お、あ、穂高が見えてきた。綺麗。いいね。今トイレ行って戻ってきたら、青空がちょっと覗いたり、穂高がちょっと出たり。回復傾向にあるのは間違いないかなっていう感じがして、期待してます。
で、小屋のところに au つながりますっていうステッカーが貼ってあったんだけど、実際テント上では au がアンテナ3本立ってる、そしてドコモは1本でした。カップスープ飲んでる。今9時半でもう雨はこのあとすごくひどくはならなそうな感じだから、飲み終わったらもう一回トイレ行ってでぼちぼち片付けて10時半ぐらいには出発しようかなと思ってます。のんびり朝を過ごしてる。雨は完全に止んだから外に出てみた。これから小高を見に行くよ。どうかな。雲がかかってはいるけどでも上出来じゃないかな。常年見えてる。わー、昨日の夕方ぐらいは見えてる。下の川見えてる。あ、綺麗綺麗。この景色見れてよかった。